ハインリヒテオ・ドールベルはドイツの作家。1972年にノーベル文学賞を受賞。作品や発言はドイツ国内で大きな社会的影響力を持った。ドイツのケルンで町工場を営む家具職人の息子としてカトリック教徒の一家に生まれる。彼は1933年にナチスが政権につきギムナジウムの同級生の大多数が ヒトラー・ユーゲントに加わる中で不参加を守り続けた。高校卒業後、本屋に弟子入りし、その後ケルン大学でドイツ語を研究した。1939年にドイツ国防軍に招集され、第二次世界大戦中はフランス、ルーマニア、ハンガリー、ソ連を転戦し、それらの戦地で4度の負傷し、1945年4月に、 アメリカ軍に捕らえられ捕虜収容所に送られた。しかし、彼は、当初で、足の指をすべて失い、生涯病院への通院を余儀なくされた。休暇中の1942年に結婚し、息子が生まれたが1945年に亡くしている。戦後1946年から短編小説を書き始め、1949年に最初の長編小説、 記者は遅れなかったを、出版、1951年に、大主バルツェンシャーファで47年グループ賞を、受賞、1953年の、そして一言も言わなかったでその名声を広める。これらの作品は、廃墟の文学、トラマーリトラッチャーと呼ばれた。その後多くの物語、短編小説、ラジオドラマの脚本やエッセイを書き表す。 1971年に発表した、夫人のいる群像により1972年、ノーベル文学賞を受賞し、1946年のヘルマンヘッセ以来のドイツ人受賞者となった。1970年代に西ドイツで過激派によるテロが活発化した際、ベルは1972年1月のシュピーゲル市場でテロに対する冷静な対応を訴えたことで、 ジャーナリズムから袋叩きにされ、テロリスト同調者とまで呼ばれた。1974年に、大衆新聞の悪度さを描いた、カタリーナ・ブルームの失われた名誉は120万部を超える空前のベストセラーとなる。彼の作品は30号を超える言語に翻訳された。彼はドイツで最も広く読まれた作家のうちの一人で、ある。百六十九年からは、西ドイツペンクラブ会長。 1971年からは国際ペンクラブの会長を務めた。新しいドイツの代表として頻繁に旅行し、その物腰はヒトラー政権下に悪評が高まったドイツ人の尊大な態度とは対照的な謙虚なものであった。彼の作品は資本主義の暗い側面を描写し、西側諸国だけでなく、 ソ連や東欧諸国でも多くの読者を得て数百万ものコピーがソ連国内で販売された。アレクサンドル・ソルジェニーツィンがソ連から追放された時、彼は最初にベルの家に避難した。1983年にはケルンの名誉市民に選ばれる。後には妻と共にケルン及びアイフェルで暮らした。1985年に67歳で死去。取り上げた 新聞等では、民族の良心、判断の機関などと称された。その後、ハイン・リヒベル財団が設立され、ケルン図書館には、ハイン・リヒベルアーカイブが設置された。作品は、故郷のケルンに深く根ざし、強制的なローマ・カトリックの価値観とやや荒く、キューバしのぎのユーモアセンスが見られた。戦後間もない時期、彼は戦争の記憶及び、 戦争が普通の人々の生活に及ぼした影響、物質的にも心理的にもマイナスを作品に表すことに夢中となった。彼は作品の中でそれらの人々を英雄として扱った。彼の作品中の悪役は政府、ビジネス界、教会の権力者たちであり、彼らはその権力を乱用し、勇気が不足し、自己満足の姿勢を見せ、 これらの登場人物をベルはしばしば滑稽に、時には厳しく罰した。彼の簡潔な文体はドイツ語のテキストブックに好んで、使用されることとなった。ベルはナチスがケルンに蔓延したことで深く影響を受けた。さらに、連合軍の爆撃によって、ケルンが破壊されたことは、彼の心に大きな傷跡を残した。戦後再建され再び流星を取り戻したケルンに、 ベルは思い入れを感じることができなかった。彼は生涯を通して多くのケルン市民との関係を貧富の分け隔てなく維持した。彼が病院に入院していた時、看護婦は友人の見舞いにやってきた仮想階級の人々に対してしばしば不平を述べた。ドイツ社会が保し化してゆくことの危機感から管理社会の極限をギガ的に描いた、行き届いた。 管理体制や遺作となった川のほとりにいる女たちなどを執筆。ナチス時代から各弾頭ミサイル配備までの西ドイツの歴史を描き続けたことから、連邦共和国の批判的年代記作家とも呼ばれる、ベルリン・グライフバルダー通りにあるベルの彫像。ありがとうございます。